えっと生きる希望さんからいただきましたお誕生日おめでとうございますいつもチュンルンに特に声に癒されていますさしで家は変わっていると有名ですがさしで家では毎年誕生日にどのようにして誕生日をどのようにして祝われているんですか そして、ジョルジョルジーさんからいただきました。一日早いですが、お誕生日おめでとうございます。誕生日といえばプレゼントですが、先日、自分への誕生日プレゼントとして、と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 、誕生日プレゼントとして、VR ヘッドセットを購入しました。おぉ、すごい。 今はホップステップシングの VR ミュージックビデオを毎日堪能していますありがとうございますえまたセカンドライブも決定しているので今度こそは、えー、VR で参加しますチュンルンは自分への誕生日プレゼントを買ったりしますかとのことですねえそ、ー、う誕生日誕生日はどう過ごしますかどいやーどう過ごしてたっけえでも普通にうんーケーキ食べる かな <laughs>。そんなになんか特別なことはしないですね。なんか挿し時期では割とよくこうお茶会というものが開催されまして、こう。紅茶とお菓子を用意してこうお茶会っていうのを開催するんですね。そ、は、れ、い、でいつも開会式をやって <laughs> 開会式をやって。 でまあ、お菓子を食べるっていう回なんですけどだからそれのまあ誕生日版ケーキ版だと思っていただければ開会 <laughs> <替>式開 <laughs> 会式をや,やりますよあのー、まあ簡単なんですけど正的には猫が4匹いらっしゃるのであのー、まずあのチケット制んなんですねこのお茶会っていうのが大体いいお姉ちゃんがチケットというか。 あの招待状っていうのを作ってくださってでその招待状を持ってる人だけが参加できるっていうことなんですけどその参加してでまずはいじゃあ、えー、開会式始めますみたいな感じで,でじゃあ初めの言葉、えー、何々さんお願いしますって言って、まあ、猫ちゃんにご挨拶してもらうんですね例えばあじゃあじじちゃんじじ会長今日のご挨拶よろしくお願いいたしますって言ってうんうんやんやんってしゃべるじゃないですか でそれで、あ「おお」とか「お、uh、ー、oh, uh uh、とかいうリアクションをしつつで終わったら、えー、その、まあ、何匹か聞くんですよ2匹とかまた1匹の時もありますけどで何人か喋った後に「効果成硝」があるんですねで、Qué quoi. その唱「効果成硝」はあのおの自分の思うがままの効果っていうのを歌うんですよ だから、ちゃんちゃんちゃらんらんらんで始まったら、にゃーんらららっちゃらたーんっていうのをあのやって <laughs>、やった後に、はい、じゃあ、始めーって言って、お茶会が始まる形なんですけど、どこの効果いや、あ、もう、作曲します、それに関しては <laughs>。 効果ですだいたい効果っぽいな」っていうメロディーとかを使って <laughs> 歌ってそれが終わったら開始という形ですねだからそれの誕生日版だと思っていただければケーキ版だと思っていただければ大丈夫ですそれを毎年やってるかなうんそれが差し出家流の誕生日のお祝いですねうん <laughs> コメントがはてなとか全くわからんとかそういうので埋まってますけれども大丈夫ついてこれてるでもだいたいこう差し引きに遊びに来てくれる人にはお茶会をにね参加していただいたりとかするんですけどあのー、大体困惑して帰っていきますね <laughs> 今までコウの日和とか あと相良真優とか来てたんですけどみんななんか首をかしげながら参加していて <laughs> あれ <laughs> ってなりながらやってますけどまあでも慣れてくればみんなもね効果とか歌えるようになると思うので是非是非皆さんもやってみてください効果聖唱意外と楽しいっすよ、うん、やってみてねあっ三枝さん何ケーキが好き 好きかなでも結構フルーツタルトとか食べますねタルト系が好きかもしれないケーキっていう感じよりもうん今年もタルトがいいなママタルトがいいなよろしくねママよし